七条油の工事の辻にお侍藩が死んではる。表の壁には血が飛び散って、誰かの髪の毛がへばりついて、血の霜柱が立っているぬかるみに行さんの指が転がってる。刀を握りしめたまま切り落とされた腕も見える。新選組が伊藤貸し太郎たちを切り殺し、さらにその仲間がやってくるのを今待ち伏せしている。斉藤うめえか。おかわり。言い訳られてんの、腹からそばが浮くぞ。おめえらも腹ごしらえしとけ。長丁場になりかねえ。長倉、腹減らねえな。女欲しい。またぐらに真っ赤に焼けたボケ突っ込んで、しれえ喉まで食い破りて。ほんと行くかと思ったが、日が差してきた。一面真っ白になっちまえばいいのによ。大石君、また会おう。はあ、弱い男藩は嫌いどす。援助資金の件、何卒よろしくお願いいたします。よろしく言っといてくれ。承知しました。伊藤先生もお喜びだと思います。Yeah.
影馬小敷じゃねえか。で、巣巻きにして川に投げときます。ここは由緒正しい、ありがたいってなっちゃろ。そんなひどい真似ばしたら罰が当たるっちゃなかとね。ね。はい。なんだ。自分で。九州のもんねん。久留米じゃん。わしも久留米はんばい。わしは柏のせがれじゃ。これも何かの縁じゃ。一つお許し願えませんでしょうか。篠原さん、わしらにも決まりってもんがあるんだ。やさぶろ親分、親分の世界に口出しするのははばかられるのですが、決まり事も時代に合わせて変わっていくのではありませんか。はい、のじいさん。えすけ、いやー、さすが水野やさぶろ、大物じゃの。だから言ったじゃないですか。なんだお前。侍が二人でかかる相手でね。おい、この子に生意気やの。貴様何者ね。男かよ。どうした？切ってこい。切れ。溝口配当流会津の方ですね。会津にはだいぶお世話になりました。もう会津でね。脱藩ですか。なら仲間だ。私も抜けたばかりです。ねえ、大野心さん。山岡さん、母にとも行きな。ケツの島の霊用心部は迷惑だ。おい、お前こっちやろ。いや、金ばなくしたけん、もう帰れません。なんでそげなんことした。なんか世の中が変わろうとしとっとに、なんで俺は毎日毎日あんこば寝っとるんやろって。やけんち親兄弟に迷惑かけてええっちゅうことなかろうもん。好きであんなうち生まれてきたわけじゃなかけん。なんばさん口の利き方、そげん怒らんでもよかろうもん。親は何だと思っとるやん。お名前をお聞きしてなかった。
山川大七郎。大七郎。桜だ。桜の七郎。わしは松之助です。松に桜じゃ。桜か。東北の方の春を待ちわびる気持ちが現れてる。私は東堂平助。こちらは篠原大野心。わしら御領へ自体。伊藤貸太郎先生と共に新選組は出て、今諸藩の志士と交わり、総務を募っとる。大七郎さんもご一緒しませんか。近々この国はひっくり返ります。国を思う心が同じであれば、用心棒でも菓子屋のせがれでも誰でも私たちの味方です。マジっすか。お前国のこととか考えたことなかっちゃろ。わからんばってん。めんどくさか決まりごつは変えたかね。失礼する。東山高台寺立中下心、そこに我らの屯所があります。いつでもお越しください。局中法度によれば、局を脱するを許さず、すなわち組を抜けるのは死罪だそうですな。伊藤さん、他の大使に示しがつかない。私は新選組の始まりを知らない。この平助に江戸で誘われて中途参加の半端者です。だからお聞きしたい。新選組の方は朝廷の方に勝りますか。私も貴公も天皇を警護し守るという立場に変わりはない。違いは幕府を守るか倒すかでしょう。幕府は守る。主君に忠義を尽くす。それが武士だ。その幕府に真偽を持てぬと申しているのです。これは隠していたわけではないが、松平片森公のご尽力で新選組は京都町奉行見回り組役並みとなる見通しだ。内々にお達しがあった。この近藤もお目見え以上、すなわち旗本並みとなる。我ら武州の百姓上がりがついに幕臣に取り立てられるのだ。近藤さん、時代は変わる。左上の楼閣に忠義を尽くすのは愚かだ。レスケ、お前も師匠と同じ考えか。伊藤先生のお考えに従います。卑しく生き延びる術を探すくらいなら、私は美しく死ぬ。死ぬべきではない。中岡さん、今持ってきました。王子、美濃の水野弥三郎は、まあ一息つきや。どうぜ。東堂の説得で水野が倒幕へ舵を切ったが間違うちゃせんです。水野は子分どもにこれからは伊藤貸太郎と行動を共にすると一石ぶっちょりました。近藤から伊藤へと鞍替えか。天道当時、仮に水野が鞍替えしたとして伊藤が誠に転向しているかどうかまでは分からんのかい。伊藤は水野を騙した言うがか。バカバカしい。俺も伊藤探りよら。伊藤は金欲しさに薩摩の中村半次郎と会合を繰り返し行き、田舎ヤクザから金引き出すくらい平気なんだよ。伊藤は龍馬に似て作詞やきにゃ。健介、俺の話は信用できんがか。そう言うちゃせん。すごか庭ですね。松之助、先生、ただいま戻りました。平助、長旅ご苦労だった。松之助です。これこれはどうも、松之助です。よろしくお願いします。菓子屋のせがれでございます。
みんなに挨拶してこい。はい。やさぶろ親分が先生によろしくと。ごめん。難しか。梅の鉢植えですか。昨日手に入れた。春を待ちわびる気持ちを日々膨らんでいくこの小さなつぼみのいじらしさに乗せて歌えばいい句が読めそうだ。それに花が開き始めた頃、これを眺めながら共に酒でも。ああ、また花形湯ですか。毎日文を送っておるのに最近では3通に1通しか返信が来ない。女心は都の時勢より移ろいやすく、摂政は。おらこっち見ろ、こっち見ろ。そんなじっと見とったらあんたがさらされてまうよ。今頃上位のお侍藩に混じって無茶して殺されてるかもしれへん。そんな子なん？分からへん。生き別れやから。そんな暗い顔しとったらお客捕まらんよ。いつも通り笑っとき。昨日のお客がエロ羽振りのええ人でな。もらえへんわ。いいよ、あるもんは分け合わんと。ほうきに。どないしたん？また影るか。人形あっちでな。血の雨でもさっと降ったらええのに。呼吸などやめたらええ。これだけで食っていけるやろ。お侍派の世迷事から耳を塞ぎたいの。
すまん。キセルもモテモンが刀など上でもろてきたの食べ。うちはいらんねん、もういただいてきたし。親の敵取るなら先に体直し、相手は新選組やで。アホ、命は一つしかないじゃん。無理にしよう。覚えてへんの？切り殺されたって昨日の晩言うてたやないか。それからこれ持ってきたんやろ。うちな、生きてたらあんたぐらいの弟いるに、ここにいるうちはお姉ちゃんに思って甘えてない。しろ、抜け抜けと表玄関から来たか。日々九泊の道具がいかんとぼしがたく、東京の休みで金子を拝借したい。しかし昼間から酒臭い。あいつのような貧しい藩が総力挙げておめえを昌平公さ通わせ、京都守護職公用方に就かせたんだべ。あいつは
おめえは誇ったんだよ。金の代わりに奥の部屋貸すから腹さきれ。なした？新選組の糸貸したのが仲間連れて組さ出た。新たに4名が後を追ったが、近藤の顔色を伺った伊藤はそれを拒否したんだ。したっけ、行き場を失った彼らは我ら頼ってここさ駆け込み、次々に腹さかさばいた。毎日死なれてもうとまし。今日は見逃してやるからさっさと行け。日々猫の目の様子は正常が変わる。片森公もすっかり風見通りだ。我ら波正揺られる草舟よ、お目のように何もかも捨てた方が賢かったかもしれねえな。次来るときは裏口から来せ。兄上、悔やんでもしょうがない。新選組からの新たな脱退者を受け入れることはしない。そもそもそういう決まり事です。頼もう。斉藤さん、私が行きましょう。九州や萩に足を運び、分かったことがある。これまでのように異人を切ると生きり立つだけでは、空理空論、国が滅ぶだけだ。土佐の坂本龍馬を知っておろう。坂本はエゲレスから鉄砲や軍艦を買い込んだ。あれが先見の明というものだ。大局観だ。大局とは何か。世界の中で自分の立っている場所、状況を冷静に見定めることだ。生まれた時、私にとって世界とは日立だった。そこで国を守る情熱と思いに取りつかれた。長寿で江戸を知り、今日を知った。国は広かった。そして今私は国よりも広い世界を知りつつある。ご教授、ありがたく存じます。会津の者にはなかなか通じにくい理屈であろう。ことに京都守護の高揚方を務めた方とあっては。いや、なぜ脱藩を。いや、この平助と互角の腕を持ちながらなぜ用心棒などしておったのか不思議に思ったものだ。ここへ来る前に古巣の会津藩邸へ行きましてね。本来なら首をはねねばならぬ脱藩者に金を貸してくれるんですよ。東北の人間は人がいいもんで。そこで聞いたんだけっちょ、伊藤先生を訪ねた若者が4名あそこで腹を切ったそうですな。
さよ。彼らもここで先生と対極だ世界だとおしゃべりしたかったでしょうな。おめもいずれ。それだ。平助。切ればいい。山川殿、彼らの死を招いたのは私だ。私の弱さゆえだ。ご無礼つかまつりました。失礼します。山川殿、松之助はご存知のように菓子職人だ。せっかくだから一口食べてやってくれませんか。人は皆己の弱さを恥じ責め苦しみながら生き方を探すのかもしれないですね。そんな時は甘い菓子を摘むのが一番。ゆっくりなさるといい。書庫の充実は密かな自慢だ。退屈はしないだろう。会津のものは文字に恋するというんでしょ。本日のお菓子は炉あかりというばい。炉の中のほのかな明かりを思いながら作ったとです。早く食べんねん。うまいな。ありがとうございます。平介さんから酒とことづけです。ここにいれば必ず天命を知ることができるでしょうって。天命、天命って何ですか。おめえはここにいて侍になりたいのか。いやどげんやか。頭悪かですけんね。剣術も痛そうやし。でも貸し太郎先生とかが世の中変えるんやったらそれ見届けちゃろうかなとは思うとる。なんだって偉そうだな。兄弟はいるんだべが。兄がおります。菓子屋は兄が継げばよかけん。俺にはあいつに残してきた妹が一人いる。生まれつきこう顔半分にあざが。変わってやりたかったな。お城さん、今優しい顔しとりますよ。全然似合わん。
い。わしはもう一軒行けるぞ。武田さん、もう十分飲んだではないですか。今日はお開きにしましょう。言うな言うな、坂田ぶりの再会ではないか。水臭い。あの臭い豚臭が懐かしい。池田屋の翌朝の凱旋など今でも夢に見るわ。その度にたぎって羽を切るがら。武田さん、おいしよ。はい。川の髪を見てみろ。流れが向かってくる。明日だ。これからだ。川下を見ろ。昨日だ。明日はあっという間に来て、止めようもなく昨日として去っていく。だが足元の今日は見えない。俺にも貴様にも。おいしよ、はい、お前も早く新選組を抜けろ。お前は卑しくも慶喜公と同じ一橋家老で。お前斉藤、これは近藤先生の指示か。花から俺には武田さんが切れるとお思いだったのか。俺は信用されてないのか。なんだ平助、急ぎでないなら後にしてくれ。武田さんが新選組に切られたばかりです。外出は控えてくれと申し上げたではございませんか。花科の気象を知っておろう。命惜しさに寺ごもりばかりしておれば心が離れる。ならばせめて友をつけてください。松がいる。先生の身を守れるものです。女との仰せにむさ苦しい侍などいらん。行くぞ松。先生、梅の小枝だ。これでよろしいか。ああ、ほんま見事だすな。田舎の芋侍とはえらい違いや。おおきに。伊藤先生のお筆と知れれば店の格式も上がります。お気に召されたようで何より。ねえ貸したろう、お花は。それはな、梅の花咲く頃そなたとここで共に書き入れたいのだ。決まったように春が来るとは限らしまへん。来るさ。約束どす。すいません、手が残るんです。貴様、侍の羽織を流して。おさん、お侍さんがぶつかってきたってのはもう見過ぎじゃ。大石君じゃないか。ご無沙汰であったな。すまぬすまぬ、私の奉公人なのだ。許してやってくれ。そうか、近藤さんのお達か。我らと路上で会うても口を聞くなと。まあ私と君の間からだ。気にすることはない。武田さんが亡くなったらしいな。薩長の不定浪士の仕業でしょう。ありえない。武田さんは彼らに考えが近い。大石君、また会おう。はあ。
弱い男はんは嫌いどす。そろそろ聞こう。なぜ命を粗末にする。金門の辺の折、御所ははまぐれをもんで、私は恐怖にすくんでいました。実際の修羅場では剣に対する自信など全く消えうぜ。いたずらに刀を振り回し、気づけば背後にいた友を切ってだ。国の山や川で日が暮れるまで遊び、共に学んだ大切な友でした。戦場ではよくあると聞くが、卑怯にも私はそれを隠し、敵が切られたと吹聴した。すぐ自分が耐えられんようになりました。汗で厳しく受けた教えが全てに身を詰まった。何のために生きるのか。山川殿、生きるに意味などいらぬ。山川殿、食べるに意味などいらぬ。お代を先に。大きに。口を開いたら国がどう、天皇さんがどう、そのくせうちら女のことなんかちょっとも考えてくれはるしまへんのやな。話聞いてくれるんは上に乗ってる時だけや。またを開くしか能がないくせに。またを使うて女子が世を滅ぼすこともできますやろな。これは伊藤が嫌いだ。先生と慕う同士に囲まれ、女にも好かれ、いい気なもんだ、あのクソマヌケ。だがな、あいつが同志と信じている斎藤は近藤さんの患者だ。おいでやす。千代鶴の平尾にを。へえ、お待ちやすとおくれやす。
かわいらしいお砂。ごゆっくり。女か。会津の女は情が深いというな。妹さんを送るんだ。勘違いするな。厳しい冬をじっと耐え抜く我が国のあるべき姿だ。おい、伊藤は好きか。わからん。会津の人間はウブだな。会津藩は徳川家と存亡を共にするのが家禁だ。ウブならば貴公ら御用事と行動を共にはしねえ。では裏切りだ。裏切りはどんな味がする。おだことどうでもいい。今の私はただのスローニーだ。そいつはいい。侍は主を持たねば道の歩き方さえおぼつかない。自分の頭で物事を考えられない。斎藤殿はなして新選組を出た。何かを信じたふりを続けているといつかそれが当たり前になっちまう。自分の根っこが何だったのかなんてもう分かりはしない。斎藤はじめは近藤の患者だ。ユースケ、しかし中岡さん、それは確かですか。陸援大使の久保川と申します。情報入手のため普段よりアヘン窟の女と交わりを深めております。アヘン常連に新選組の大石桑次郎、偶然居合わせた際、斎藤は近藤が御両絵寺に忍ばせ中患者やとしかとこの耳で聞きました。斎藤は武州からの友人です。中岡さん、なぜ私たちにそれを。近日中に幕府は政権を朝廷へと返上する。以前より我々土佐藩は薩摩の西郷と密約を結んじゅ。大政奉還がなされた暁には速やかに挙兵討幕に移る所存。貴公はどうなさる。御両絵寺一同、命を捧げよう。そのお言葉、貴公の目を見て直接伺いたかった。けんど、問題がある。貴公らが元新選組である以上、攘夷派の信用は得られますまい。伊藤さん、あしらと組むための土産が欲しい。これから他方で挙兵倒幕へと移る動きが始まるでしょう。それは本当か、平助。はい。
先生と共にこの耳で聞いた。伊藤さん、どうする？俺らご両親父が先陣ば切るに決まっとるやろ、もう。そのような簡単な話ではないはずだ。我々は世間にとって所詮もど新選組に過ぎない。まず攘夷派の信用は得られないだろうな。そげなもん関係なか。ええか、ご両親父が力示せばおのずと薩摩も長州もついてくるったへん。大の心、むやみに刀を振るっても解決できないこともあるのだ。近藤を切る。だが伊藤さん、ご両親父が幕臣を切るということになる。察しが悪か、もう暗殺だ。我らの先行だと天下に知らしめねば意味がないではないが。土佐の中岡慎太郎が全てを承知しています。兄上、中岡は信用するに値する男ですか？斉藤は新選組の患者です。その情報をもらった。ここにいないのはそのためです。暗殺が露呈すれば幕府はわしら全員に腹を切らせるだろう。そこでだ、わしはここを抜け、その後近藤を切る。俺も抜けるけ。斉藤の臓物で近藤の首は締め上げちゃう。慎みなさい。私たちは殺し屋ではない。やしくも天皇の御領を守る誇り高き英人ではないか。近藤の首が我らを守ってくれる。新しい世を生き抜くためだ。伊藤咲太郎師匠、藩に戻れ。何？戦が始まる。幕府が崩壊した暁には薩長は徳川の側にいた者たちを根絶やしにする。そうすれば国からも誰からも見放され、会津そのものがなくなっていく。しかし何を悩む？いや、これを妹さんを送ってほしいとお願いに来たってわけなんだ。伊藤貸太郎のもとに身を寄せてるそうだな。奴ら幕府と手を組み兵を組織し徳川の審判を襲うぞ。ご両親父とは名ばかり卑怯者の暴力集団に過ぎぬ。私はあいつらへは帰れません。奴ら会津を火の海にすると言ってるべ。国を守りたければ帰還しろ、押しろ。会津はおめえを必要としてるんだ。なんや、そんな格好で。何気張ってはんのです？あんたは大丈夫？左手一本でも人は殺せます。俺らはなんで人を切る？うちがアヘンをばらまくんはな、楽しいからや。
あんたはあんたのために切ればええ。切って切って何もかものうなってしまうぐらい切りまくるんや。どうされた？近藤勇を切ってほしいのです。我らは表立って新選組と争うことはできません。そこであなたの腕を見込みこうしてお願いしています。それが私の天命か。新選組は会津藩預かりです。抜けたとはいえ私の立場で近藤に刃を向けることは同士討ちとなる。それは相なりません。斎藤は近藤の患者でした。これほど強い絆で結ばれた同士であっても裏切りが横行する。政治は綺麗事では済みません。あなたの一投で歴史が百年は変わる。ならぬものはならぬのです。耳に入ったお話の重大さは承知。今すぐ切り捨てればよろしい。二度と姿を見せないでください。出てこい。いやいやいや、別に盗み着とかするつもりじゃなかったけ。絶対に人に漏らしてしませんけね。ちゅうかなんでやらんとですか。近藤っちゅう人ば切れば世の中変わるとでしょ。王さんの刀でこの国が変わるとでしょ。お前はお前はそれを本当に信じているのか。俺はそれを本当に信じていいのか。分かってるような大石、てめえがしでかしたことがよ。
武田も切れねえ。秘密は漏らす。助けてくれ。人が命だけ。貴様それでも不死か。お助けてください。お助けてください。ここでも今は弾が惜しい。味を注ぐ。はい、はい、人を切ってもらう。だからアホだの気に人様の仕事は難しかろう。平大将何人かつける。手入れも忘れた。使え。丁重に扱え。死んでも返せよ。それからだ。仕事の前にてめえの尻を拭ってこい。こんな汚い体触りそうないやろな。この体目いっぱい可愛がってほしい。好きな人に、好きな人だけに、you
そんな大げさなもん出さんでも。男なんかみんな死にさらせ。豚書の門にその生首が置かれちゃいまして、久保川さんの名前が書かれた紙を加えちゃいました。中岡先生は、坂本先生が身を隠しておられる大宮に。中岡先生だ。中岡先生と坂本先生が。斉藤、本州へ戻れ。本隊復帰だ。伊藤に供養金300両取りに来いと伝えるんだ。奴は断れかい。風が吹いてきたぞ。山川と言ったな。よくぞ奴らの目論見を伝えてくれた。礼を言う。黒ボールを用意してくれ。今宵は冷えそうだ。はい。なりません。用向きは活動資金の提供だ。断る理由はない。見え見えの罠に乗ることはない。兄上、黙殺してください。先に仕掛けようとしたのは我々だ。侍などこの小さな国の滅びゆく種族でしかない。それはもう誰にも止められないんだろうね。面白んなか。いっちょ面白んなか。先生、国ばひっくり返すっちゃなかったと。決まり言葉変えるっちゃなかったと。侍も天皇もおらなくてよかやないですか。あんちわしらのことなんか誰も考えとらんじゃろ。政
治ってなんねん、侍ってなんねん。手打ちの宴かもしれぬではないか。兄上、伊藤さん頼んだぞ。行け。待つ。はい、すいませんでした。寄るところがする。急に何のご用です？近くに来たのでそちの姿を見ておきたくてな。何どす天狗言わはって、何べんも見てはるのに。そうだな。諸君、久しぶりだな。ご無沙汰しております。先生、どうぞこちらへ。いい庭だ。さあ、どうぞ。先生は少し痩せられましたかな。局長は所用で少々遅れるそうだ。わざわざ来てもらったんだ。早いとこ乾杯といこうぜ。まずは口を湿らせよう。では同志に。同志に。いただきます。そうだ、例の300両だが、会津藩の都合で後日になったそうだ。さようか。構わん、みんな続けてくれ。ご足労いただき感謝する。同志に。同志に。東山は夜もゆっくり眠れるであろう。山は虫がやかましい。ハエが飛び回る雑音で安眠というわけには参らぬ。相も変わらず坂城なお方だ。さあ飲もう。Thank you.
近藤さん、3日前の大宮で原田の刀の鞘が落ちていたとかで土佐藩から告発を受けた。ほう。中岡と坂本を殺めたのは新選組の仕業だと。バカな。我々は幕府転覆の防御をする者があれば堂々と切る。でしょうな。中岡とは随分実婚であったそうだな。いい男だった。じゃあくれ。さて誰がやる。サイトは切りづらかろう。それでもねえとな。ガン君ばかり揃えやがって。我こそ伊藤の首を取るって野郎はいねえのか。ああ！腹腹下げ飲ましてやったんだ。今の伊藤は亀みてにとろりぞ。座って。飲んでおくれやす。つやります。なら奪ってみろ。ならばなぜ我が組に入った。幕府を守るためではないのか。本当に慶喜のような腰抜けのために命を張ると申すか。慶喜公を愚弄するな。武州の百姓上がりの我々を。くだらない。あんたは百姓の生まれでないから分からんのだ。我らが侍になることの意味を、生まれというものの重さを。生まれながらに蔑みの目を浴びながらどんな気持ちで生きてきたことか。私と貴公の何が違う。同じ人間ではないか。ならばお尋ねする。近江心も人間と申すか。伊藤さん、そこまで考えたことがおありか。信じる者が虚構と知りながら人を、仲間を切る気持ちを。飛行は踏みつけられたことがない。結局人の心がわからぬ甘ったれなんだ。いささか飲みすぎた。そろそろおいとも痛そう。加護を呼ぶ。結構だ。待つ。はい。帰るぞ。はい。また会おう。手が小口でよかった。松、お前の言う通りかもしれんな。はい。何のことですか。この季節の夜風は気持ちが引き締まるな。耐え忍べば春を知らせる梅が咲きますもんね。洒落たこと。
そういえば梅村ののれん、まず下がってろ。本工事の前でくたばってます。和田が死にました。そうだ。お前は近藤さんに報告行け。はい。お前ら和田の死体片付けろ。伊藤はどうしますか。目の前に運んどけ。この油の工事で五両英治の残党を釣り上げてやる。今日からおめえは人斬り桑次郎だな。待つ。掘り込みよった。いるんやろ新選組に。あんたの父ちゃん殺したやつ。
ゃん、何もしてやれんで。でもよ、どんな格好してても、どんな風にしてても、あんたはちゃんと生きてるんやで。立派な姿見させてくれたのに。行く前に姉ちゃん殺してほしい。生かしておく方が殺生や。もうええねん、殺してほしい。あっちでまた会おうな。伊藤貸太郎が殺された。何？聞け！あよせ！新選組は34名、七条油の工事で待機しちゅう。今我ら陸軍隊五両絵師と手を結び、新選組に天誅を下す。中岡先生や伊藤さんの仇を討つ。落ち着け。今にも幕府との戦争が始まる。黙れ。言い訳ばかり重ねて動かん貴様は武士じゃない。武士としての忠義を果たせ。バカも、忠義を果たすべくはこの国やき。行くなら貴様一人で行け。お前、あん時の男なの。兄上、こっちや。死ね。隠れとらず出てこんねん。往復は後だ。カゴに移そう。さすが死ね。うるせえものがないって。おおおおお。わいてきたわい。くそ前ども。
月が綺麗だわ。こんな夜に勤めとはどう。長倉、前工場いらんったい。はよ来んねん。に行ってください。私は黙れ。これが終わったらたらふく食わしてやるで。今走れ。もうちょっとわし休めてもらおうわ。ええ加減にして。これ突撃しようか。
先生、きれいに咲きましたな。斉藤さん、斉藤さん、なんでここさ。これから東京に行くので、そのご挨拶に警視庁に採用になって。いや、ずっと殺
この砺波藩に旦那がちとも気づかずに大城さんはここで子供たちに国語さ教えてる。知らなかった。俺名前さ変えたから。妹さんお元気か？死んだ。あの戦争で父も母もみんな行ってしまった。今の政府はあいつの人たちをまるで連動も東北の人間はしぶといから、100年も経てばまたみんな会津に戻ってまた記者の時間がありますから。どうかお気をつけて。王さんも。斉藤さん、100年も経てばいい世の中になってるといいな。100年も経てばきっと どうかお元気で。お元気で。